ひなたいのこづちは、ひゆかいのこづち族の多年生草本。日当たりの良い道端や原野に生える雑草である。和名は、いのこづちよりも日当たりの良い場所に生えることに由来する。いのこづちは、漢字で、いのこづちと書き、茎の節にある太い膨らみの形が、イノシシの子供の大きな膝頭と、物を打ち叩く道具である土に例えられたところから、来ている。実は、 衣服によくつくことから、ひっつき虫などと呼ばれる。中国及び日本に分布する。日本では北海道の一部、本州、四国、九州に生える。各地の山の道端、庭や空き地など、日当たりの良いところに自生する。根は地中深くに伸び、まばらにヒゲ状に出ていて、引き抜きにくい。草丈は50から100センチメートルに成長する。茎は丸くなく、 角張った方形で、節が高く、節で体勢に枝を出す。葉は、体勢、楕円形、葉先は尖り、表面にまばらに毛がある。花期は、夏で、茎の枝先に、水上過剰で、目立たない緑色の小花を咲かせる。花びらはなく、五本のおしべがある。秋に結実し、果実は三個の春状の筒に包まれ、下向きに下がる。筒の先端が鋭く尖っており、 人の衣服や獣の体に付着し、運ばれて散布される。とてもよく似た類似植物に、半日陰に多くややほっそりした日陰の小槌があり、日陰の小槌と混成していることも多く区別が難しい。日陰の小槌は、葉質が薄く、毛が少ないのに対して、日陰の小槌では、茎が太くややがっちりしていて、毛が多く、葉は厚く尖っていて、 花が蜜につき花柄が太くて短いことで区別される。本種、またはエービデンタタの根を晩秋日常部が枯れた始めた頃に採取して水洗いして天日乾燥させたものがイノコズチという木薬になる。イノコズチは根が太く多肉質のが良品とされている。最も良質なのは中国産の川牛漆と言われており、日本ではひなたの小槌のうち 太い根を持つ系統を選んで栽培されている。期待される薬効は、浄血、月経不順、利尿、腹痛、関節痛、競争、3000後の処病などで、5から 8g の根を水 400cc で半量になるまで煎じた液を1日3度分布することで利用される。ブサの腫れには、煎液、または、商用汁で湿布する利用法もある。はさん、 接生院員などの漢方法材に使われる。ありがとうございます。